日本に生息するバリケンのバリケンは、カモメカモカに分類される鳥類の一種のバリケンを課金化したものがバリケンである。中央アメリカ、南アメリカ体重3から4キログラム、全長は70から80センチメートルくらいになる。野生種では、全身が緑かかった黒で、顔面に褐色のラシ粒がある。翼角に爪のような突起があり、樹上生活への適応とみられる。 使用品種では、顔面の羅質が鮮やかな赤で、コブ状の土砂を生じる個体もある。灰色は黒、白、濃い緑、あるいはその混合型など様々。海岸や内陸の水辺に、一夫多妻型の群れで生活する。カモ類では、数少ない樹上生活者で、巣は、木道や、ヤシの木の葉陰に作る。雑食性。南米産ののバリケンを課金化したものをバリケンという。 フランスガも台湾アヒル、関東アヒル、ジャコ行アヒルなどの異名もある。食用課金として日本にもち込まれたがあまり普及していない。飛行能力が残っており、日本各地で逃げ出したものが散見される。羽の色は白一色から黒が混じったまだら模様。ほとんど黒に白が混ざる程度のまで多様。目からくちばしにかけた顔の部分に真っ赤な皮膚が見える。 沖縄県では、観音ンンアヒルと呼ばれ、食用として飼育されているほか、野生化したものも多く見られる。ベトナムのハノイ周辺では、課金として飼育される。また、バリケンとアヒルの混血の鳥を、土茂るという。土盤は一台雑種なので、子孫を作ることはない。ありがとうございます。